ごま誰が食べたくて冷やし中華始めました。まずは絶品ごまだれを作ります。まずはお水、醤油、お酢、お砂糖、練りごま入れます。ごま油、そして鶏ガラスープの素、おろし生姜、最後にごま。これを混ぜて、あとは氷水を入れたフライパンにのせて、練りごまはね、よく混ざらないので泡立て器でよく混ぜます。あとは10分ほどよく氷水で冷やします。続いては破れない錦糸卵を作ります。黄色で綺麗な錦糸卵を作りますよ。ボウルに片栗粉、お水、片栗粉をよく溶かします。ほんと少量です。そしたらここに卵のとじを、卵を2つ、2枚分の錦糸卵を作りますよ。砂糖、そしたら混ぜ方なんですけど、混ぜ方にもポイントがあるんです。白身があると焼いた時にその白身が分厚くなっちゃって焼くのに時間がかかっちゃうので、白身をなくします。箸を広げて卵の上に置いたらですね、左右に急いで切るように混ぜます。時々持ち上げてください。細かくなりました。いよいよ焼いていきます。強火でフライパンを熱します。油をね、ちょこっとだけ垂らして全体になじませておきます。びしょびしょに濡らしたタオルを横に置きます。大事なアイテム、フライパンを熱したら濡れた布巾の上に一旦置きます。うわー、一旦フライパンの熱を、温度を下げます。落ち着いたらまた戻して弱火にします。そしてよく切った卵液を半分入れます。で、全体に広げます。そうするとほら、綺麗に広がるでしょ。このまま弱火で周りがカリッとするまで焼きます。弱火か弱めの中火で焼きます。箸で一周して簡単に取れるようになったら割り出しますね。おお、きますよ。箸に乗っけて持ち上げます。よいしょ。箸に乗っけても切れてない。まな板に乗せます。よいしょ。卵が片栗粉のでんぷんとくっついて頑丈な錦糸卵になりました。ほら、裏も綺麗な黄色です。はい、続いては麺を4人前茹でます。茹でてきます。ドスン、1人1玉です。麺が茹だったのでザルにあげます。ザルにあげて冷水でよく粗熱を取ったら氷水に浸してこのまま1分ほどよく冷やしておきます。その間に野菜切りましょう。まずはハムです。ハムは8枚千切りにします。きゅうり、よく冷えてる。縦に3等分に切ってから、そこを安定させて薄く切って、はい、2本分きゅうりを倒しました。あらら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 、はい、できました。きゅうりの千切り一丁がり。そして最後はトマト、半分に切ってからヘタ取って輪切りにします。はい、トマトができました。錦糸卵を切ります。まずは半分に切ってパタンと折り返したらさ、もう半分に切ってパタンと折り返すんですよ。そしたら端から切るだけ。こんな綺麗な錦糸卵見たことないよ。自分で言うか、綺麗です。真っ黄色。それでは盛り付けます。まずは麺でしょ。キンキン、美味しそうよ。そしたらハム、ハムを手前に乗せて、そしてキュウリ、ドスン。ハムよりキュウリ3倍ぐらい入ってます。卵もドスン。うわ、たっぷり。最後にトマト、きれい。赤、黄色、緑、全部入ってますね。はい、そしたらあとはキンキンのごまだれをかけるだけです。よいしょ、おいしそう。うわ、たっぷりが好き。盛り付けて、ごま